で、やがて、昭和56年に常用漢字表というのが作られます。そもそも昭和21年に東洋漢字表ができて、1850に、漢字が決められた。ここに入っていない漢字は公用文では使っちゃいけない。昭和21年って日本国中がまだ焼け跡闇市の時代です。今日食べるものをどうやって手に入れるか、全国民はその日の生活を営むことに急々と必死で毎日の生活を維持している時に、漢字の問題なんか考えてるやつはいないわけですね。面白いのは、本当に頻繁に会議やってる。東洋漢字を決めるための会議って月に 5、6 回やってる。ものすごい頻繁に開く。それの会場が文部省の食堂なん。会議場どこどこ何月何日どこどこでっていう議事録あるんですが、文部省の食堂でやってる。多分ゲスな話ですが、多分特別の配給かなんかあったんじゃないかと思うんですけどね。それはもう全くゲスの勘繰りでありますけども、ものすごい頻繁に、開いておりまして、文部省の食堂で開いています。その頃一般の国民が東洋漢字、この漢字使っちゃいけない、そんなことは、動植物名はカタカナで書く、そんなことはその日の生活なんかや、必死の人間全然意識はしないですね。やがて日本が昭和30年代になって、少し経済的に復興して高度経済成長を遂げて、東京でオリンピックまで開かれるようになったという時に、この漢字使っちゃいけない、そんなん誰が決めたんだ、昭和21年の東洋漢字で決まっています、そんなこと俺聞いてないよ、でもちゃんと官報にそう書いてあります。そんなんお上が勝手に決めて、漢字って全国民の財産じゃないか、そんなもん勝手に GHQ が決められてたまるものかという意見はある。一方報道機関とか、商社なんかは漢字は、目の上のたんこぶという不具大天の敵でした。私が子供の頃は東京オリンピックの前にローマのオリンピックがありまして、ローマと日本は時差が9時間ぐらいありますから、深夜に雑音のラジオでずっと日本の選手の活躍を聞いてたのが小学校の 3、4 年の頃ぐらいですかね。ローマオリンピックはかすかにアベベが裸足で走って優勝したというのはかすかに子供の頃の記憶があります。あれはもちろん今みたいな録画がある時代じゃありませんから、現地から実況放送するわけですね。で報道機関は、マラソンではエチオピアの無名の神人アベベが裸足で走って優勝したというのは電話で原稿を送るんですね。ローマから東京まで、当時電話回線を確保するってピッポッパじゃないですから、あらかじめ確保しておかないと電話って、日本国内の市外電話で予約制でしたから、あらかじめ電話局に申し込んで、東京まで、お願いしますと順番が回ってきたら できるというそんな時代でしたから、オリンピックの結果、ローマの結果は電話回線を確保した新聞社が東京まで、ではマラソンの結果を送ります、音声で送るわけですね。でそれを東京は、書き取、電話で喋って書き取って記事にする。一方アメリカとかイギリス、英語圏はタイプライターに電話回線がつながっている機械があった。タイプライターに電話回線がつながっていまして、ローマの支局でタイプライターを叩くと、その情報が電話回線を通ってロンドンの、事務所でカチカチカチッと打ち出すというのがあった。それは勝負は明らかに、欧米の勝ちであります。というふうにビジネスの世界、報道の世界では漢字かなまじりも大副長に毛筆で書いている限り、世界の第一線には太刀打ちできないというのは圧倒的に不利な状況でありまして、その時代の国語審議会は、伊藤忠兵衛さんという、伊藤忠の、会長ですね、伊藤忠兵衛さんを代表とする漢字廃止派と、福田恒成さんのように漢字擁護派の論客がつかみかからんばかりの喧嘩だったという話聞きますね。私は一番最後の国語審議会のメンバーでありまして、2年間国語審議会第22期という
時でしたけど、やらせていただきまして、私が入った時には中島みゆきさんがメンバーでありまして、マスコミはもう中島さんのことばっかり取り上げてました。大きな会議室があって、相応順で並びますんで、私は後田隆さんの隣だったんですが、こう中島さんちょうど対角線にいらっしゃるんですが、真ん中に側近の人がいるんですね。こうやらないと見えない。でこうやると、しょっちゅうこんなことしてられませんからね。でこうやると中島みゆきさんの隣に中野美代子さんという方がいらっしゃるわけですね。で本命は中野先生やという、まあそれはちょっと一部の人しかわからない役でありますが、そういうまあ大変和やかな、別に手抜いてるわけじゃないですが、和気あいあいと言っても過言ではなかったですね。それ以後亡くなった市川團十郎なんかも文化審議会に来て、團十郎って天然の人でしたね。おもろかったですね。こいつこんなに世間のこと知らんのかと思う。バカじゃないかと思うから、本当に何も知らない。ただまあああいう世界で生きてきた方っていうのは、そうするとね、湯飲みからこうお茶飲むでしょ。あれが色、男の色気って私ゾクゾクしましたね。團十郎さん3、4人向こうに座ってますんで、お茶を飲む一つ、マイクを持つ一つ、まあ、見事な所作で、もう男の色気というのかな、見事な所作で発言する中身はとんでもないとんちんかんな話という、まことに面白い方でした。私が知ってる国語審議会ではそういう割と穏やかな世界なんですが、その昭和30年代40年代の審議会ってもう本当に机を叩いて怒号が飛び交うという、それはこれから漢字をどうするかということだったみたいで、最終的には やっぱり漢字かなまじり文というのが日本語を書くための最大の千何百年続いている文化の伝統であって、それは永遠に捨て去ることはできないという認識が勝って、やがてそれがバージョンアップした結果が常用漢字表になります。で常用漢字表は東洋漢字の制限という色彩を目安というふうに変えました。で字数は1850から1945に95文字増えたんですが、その字数が増えたことよりもむしろ制限から目安に変わったということが、大きな変更です。で追加された95文字、これが追加された90、東洋漢字から常用漢字1850から1945になった時に増えたもののうちの遮断するの遮と制御の制と、この2つに新行の文字が入ってる。この2文字はそれより前は東洋漢字に入っていなかったから、当然二点新行なの。二点新行しかないわけですからね。でこれがいわば出世して常用漢字に入った段階で、一人前の漢字になったので、二点新行から晴れて一点新行に変更になったというふうに考えていただければいい。この二文字はそうなんで、これがまあ現在の常用漢字、ついこの間までの常用漢字表ってこれでありました。